これ売店？いろんなもの売ってる。見る？浅間ゆって、これも管理棟なんだ、あの書類出すじゃん、チェック、なんだっけ、サインしたやつ、ここなんだね、ここで出した、カメラって大丈夫ですか？はい、すいません。右側は全部コテージだね。こっちは。あ、薪が売ってるよ。薪、無人薪販売だね。商品を選ぶ。お金を入れる。火材が売ってるじゃん。炭も炭だよねこれね。違うの。シビアの針葉樹と広葉樹。あ、小さいやつ売ってんじゃん。バトニングしなくてもいいんだね。運搬用に。薪の湯。炊事灯？ちょっと待ってて、日陰で。
なぜこれをつけようと思ったんだろうね。子供が楽しみだった。まあそうだけどさ、なんでトランポリンなんだろう。X8 なんだけど、 X8 広いね。広くて車別なの。あ、7と8はこの真ん中に車止められるの。 X7、X3。 あ、 S っていうのと X っていうのがある。でサイズがあるんだね。 S はちっちゃいんだね。 X って大きいね。X8 の車はここだ。ここ車ねえ。広いね。余裕じゃん。これなら全然余裕だよ。この辺の立ち木サイトはたくさんあるね。X9 ってこれ何？テーブル付き？車はどこなの？中じゃない？あ、ここじゃない？あ、X4 だ。ね、ここはなんか全部テーブル付き、うん、テーブル動かしそうだからいいよね。うん、いらなきゃね。動くのかな。動くのかな。あ、結構重いよ。あ、夫婦二人でなら。違う違う、奥さんが力持ちなら。あ、そういうこと。うん、夏場は立ち木サイトとかの方が日陰ができて良さげだね。綺麗だね。本当に綺麗。なんかこれ保育園の水は手洗い場みたい。あ、なんか使えるように。うん、低い。こっちは高い。
ことなよ。あれも冬場暖かくなるやつだよね、あれ。うん、あるここ。あ、林間サイトってまたこれまた。本当に林間です。あ、ドッグラン。お金があるんだ。あ、そうなんだ。書いてあったよ。すごいね、小川が流れてる。小僧川のお約束。小僧川。なんか涼しそうね、こっちはね。これが林間サイトってことね。なんてなんだ。ああ、北郎の家。じゃないだろ。これは泊まるの？遊ぶの？遊ぶの。あ、遊ぶのか。いいよ。すごいね。フリーハウス。お邪魔します。うん。ちょっと行けるの？行けるね。木ずっと触っていけるの。すごいね。よくできてるよ。かっこいい。うわ、怖い。やべえな、これ。子供大喜びで。俺も楽しい。これ頭ぶつけるかも。おい、怖い、怖い。おい、怖い、怖い。大丈夫、僕の体重で。読書がならないよね。怖い怖い怖い。よいしょ。よいしょ。ほら。あとこれが掘ってるから頑張ってるわ。すごいよ。ワクワクが止まらないぜ。なあ、こうは楽しいね。まゆみさん、そうなんだ。こっちの方まで遊べるよ。
押しぎっぱの森。さすが押しぎっぱの森だね。訪れた子供が帰ってこなくなる意味がよくわかるよ。そう、呪われた森だよ。なんで？もう帰りたくないから帰ってこなくなっちゃう。この奥にのろしサイトっつうのこれ。これがのろしだ。のろしサイト。うわ、これ。のろし市。何のろしサイトって。なんか山ごもりするかのような、すごいね。ここを広げ開いて、この辺になんか、あ、でももうこの中でほら、焚き火もできるし、寝るのだけテントを建てればいいのか。いや、なんかベンチみたいなのがある奥、なんかワイルディーな人が、好みそうな。のろしサイトはね、4個ある。もうあと向こうに戻って。結構な敷地だよね。いやー、広いよ。これ、あの、コテージは結構はぶってっかね。ハイステ場もさ、ところどころにあるの助かるね。助かる。あれ持って移動するの結構苦だからさ、ね、うちらのサイトのそばにもあるからね、すぐそばにね、助かるよね。冷たくて。
ちいいんだよね。これがレビューサイト。そりゃそうだよね。電源があるところあるんだ。みんな電源あるんだ。これ食べたかったんだよ。美味しそう。お昼これ食べたかった。食べる？これする？あるよ。マジ？何なんだ？一個でいいじゃん。あ、何なんだ？一個買っていこうか。うん、やって。聞いて。ちょっと待って。オープンって書いてあるよ。オープンって書いてある。うん、いいよ。カード使えそう。こんにちは。こんにちは。いいですか。頼めます今日。はい、ええー、とこの何なんだってやつを。あ、今日はランチお休みです。あ、やっぱダメなんだ。わ、はい、かりました。すいません。ランチはお休みなんだって。誠に残念ながら。残念だね。カード使いそうだって。本当。それは残念だ。戻ろうか。なんだよ、食べたかったな。だから何なんだって名前なのかな。買いに来ても食べられない。何なんだよって。何なんだろうな。食べたかったな。うん。